こちらね、難波小田ロード周辺で買ったワゴンセールのね、一つが20円のね、仮面ライダーばっかりをチョイスして買ってきた。買った時期はね、今年の2月ぐらいに買ったと思うんですけど、その時のね、ワゴンセールの時の商品の紹介をしていきたいと思います。まあ、今回ね、連続でね、HG、HD のね、すべて20円で買ってきた、仮面ライダーのね、商品の、紹介をしていきまして、次はね、スイング系ばっかりをね、固めて紹介しているんですけど、次はね、電王ライダースイング EX2 ですね。こちらの方をね、紹介していきたいと思います。こちらもね、先ほどから紹介している、新品未開封でね、20円で、お店に行って買う側はね、絶対安いです。ありえないと思います。今回はね、こちらが出てきまして、こちらに対する商品のね、ミニブックの、こちらがね、2008年です。これまあちょっと古いですね。まあちょっとらしいですけどね。見えますかね。ピントがあったらいいんですけどね。ちょっとピントが言いにくいんですけど、まあ2008年なんですけど、でね、こちらのラインナップの方が、はい、仮面ライダー、電王、さらば電王ですね。スイング EX2。1番が、このようになって、はい、2番が、ごめんなさいね。2番がこのようになってまして、このね、桃太郎イマジンちょっと欲しかったんですけどね、なかったんですよ。ほんで、ごめんなさいね。3番目。この4番のね、テディも欲しかったんですよ。で、今回ね、入っていたのがこの5番ですね。5番が入っていて、まあ、5番と6番一緒です。キャラクターはね、一緒なんですけど、今回はこの5番のバージョンの方が、を買いました。こちらですね。見てくれたらわかると思うんですけど、ほら。間がこの銀色の方ね。もう一個の下はこの間がね、ほら、赤色なんで違うでしょ。やっぱこっちの5番目の方です。はい、以上でね、こちらの、このね、仮面ライダースイング EX2 のね、商品の紹介を終わらせていただきます。これね、こちら先ほどから今までね、紹介している仮面ライダーのね、HG と HD とスイング系は全部ね、新品未開封。ごめんなさい。新品でね。ごめんなさい。新品って言ったらおかしいですね。ものによっては新品未開封。ほんで、ものによったらね、開封後完品ですね。ちょっと今まで言い間違ってた部分があったかもしれないですけど、まあ、ごめんなさいね。このスイングに関しては、新品未開封です。新品未開封の、ミニブック付き。でね、20円の方をね、どんどん、紹介していきたいと思います。難波小太郎ほど周辺をね、たまにこう、ブラブラしていたらね、いつもがあるわけじゃないんですけど、フィギュアショップに入ってタイミングよく行けばね、こういう安いお値段をね、参考にしてくれたらいかがですかっていうね、動画をどんどん配信していきたいと思いますので、私のね、動画内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。